はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、KDDI 大規模通信障害にね、関する話題になります。西日本エリアは11時頃に復旧作業を終了しましたとなっております。で、12時の最新情報でこのようになっております。で、高橋社長もね、会見で先ほどそう言っていました。で、皆さんの現状報告投稿をお願いしたいんです。プライバシーに関する内容なんで、これはもう強制ではありません。協力できる方だけでいいです。県だけで、視聴者いらないですね。何々県今どんな状況ですね、報告していただければ、これが必ず誰かの目に留まれば現状こうなんだなっていうものがねまとまりますね。そんなわけで、皆さんね、あれおかしいな、私のでかなと心配になる人もいるでしょうね。皆さんの報告が頼りです。はい、聞いてるね、聞いてるね。いつも都合の悪い人ってこういう顔してさね、こうやってやる人もいたけど、まだこうやってやらない分だけいいかもしれないけどね、大丈夫本当。はい、12時現在ね、サービスが利用しづらい状況についてね、全国的にデータ中止を中心として徐々に回復してきています。西日本エリアは11時頃に復旧作業を終了しました。東日本エリアは17時30分頃に復旧作業を終了予定ですということなんです。で、ネットワーク試験の検証の上で本格再開時間を決定しますということなんで、東日本エリアは本格再開時間はね、また再度本格再開時間を決定するそうですね。はい、そんなわけでね、西日本復旧した1分前ね、お昼のツイッター見ると使えないのオンパレードですけど、そうなんだ。だ、この復旧したっていうのが、またこれ本当にその昨日誰かが言ってたんだけど、保証の問題とかでね、24時間ちょっと手前で復旧したってまた不具合があってやるんじゃないかみたいな、これさ、それと同じようなもんでしょう。一応会計までやった、大ごとになってるで、復旧みたいな、復旧しました、で実際復旧しないね、やり方が汚いだろうね。レミさん、鹿児島12時半時点かけたらいきなり通話終了となり、モバイルネットワークが利用できませんと出ますね。こういう方もだから多いだろうね。鹿児島の方からいただきましたね。かけたらいきなり通話終了となり、モバイルネットワークが利用できませんね。だ、一応かけることは、試みることはできたってことだね。9時ごろ回復したけど、まだ12時電話できない西日本ね、西日本は復旧したと嘘のニュースを垂れ流し、全然復旧してない、ずっと県外のまま、再起動しようが指紋抜き者しようが県外。なんか大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。大丈夫、喉痛いです。福岡12時 au android 復旧してません。11時の会見何だったの？まだ繋がらないですね。31分前だからね、もう午後のことだからね、これ全部スクショね。朝から電話繋がらないし、大事な人への助けの電話もできないから、相手さん困ってますわ。 Amazon で必要な買い物もできませんし、大事な人に連絡取れません。責任取ってくださいね。これだけ迷惑を持っている方皆さんいらっしゃるんですから、逃げないでくださいね。しっかり誠意見せて、個人ユーザー一人一人にしっかり責任取ってくださいね。困ってるんですよ。みんなお金とは言いませんが、誠意を見せてください。メールが来ます。ご迷惑おかけして大変申し訳ございませんでしたね。24時間使いたい放題のコードをテープいたします。どうぞご利用ください。ちゃんちゃん。はい、そんなわけでね、今回の動画は短めで終わりたいと思います。とにかく1分1秒皆さんは情報を求めてるんですね。西日本エリアの皆さんね、
あの西日本ですだけでもいいよ、あの都道府県行かなくてもいいよ、西日本だけですでもいいから、現状どうなってるのかね、シャケみたいにね、シム入れ替えてもダメ、シャキでもダメとかね、まあ、一応そういうのも付け加えてくれるとありがたいと思いますね。あのできればね、あの Android、iPhone も書いてもらったら、あの嬉しいよね、本当ね。あの本当どうなってるんだ、おかしいんだよ、何から何までなんかね、隠蔽工作とあと全てもう嘘に塗り固められてる事後報告で、なんかこううまくこうねごまかしてるよね、これはね。だこのやり方が気に入らないね。でこれに懲りた方はもう au 使わないだろうね、多分ね。だから本当にあの懲りた方だ、遊びで使ってて他の人使ってて、あなんだ使わなかったらしょうがないなっていう方は別にどうでもいいんだけど、メインで本当に困って懲りた方はもう KDDI ダメだろうね。だってなぜならば、あんだけドコモのことを言っといて他人事ではないねって言いながら、あれから半年以上経ってるわけで、でもしそうなったの場合も当然あの仮定していろいろやるだろうしね。で それが全く生かされていなかったわけでしょね。であの会見でそれ突っ込まれたけども、でも実際そうなっちゃったらどうにもならないってね。あのだからあシステムを見直しているっていうねだこれが現状実態なんだよね。だからあね、一度あることはね、だから KDDI は信用できないんです、おじいはね、個人的にね。はい、それだけで一人でも多くの方、報告をお待ちしております。ありがとうございます。失礼します。